スムーズにいきそうっすか。スムーズにいきそうだね、これ。ああ、よかったっす、よかったっす。運転手さん、YouTube とか見ます？ YouTube 大体見てますね。お、見るっすか、やっぱり。うん。何、どういう動画見るんですか？動画じゃなくて、やっぱ歌とか聞いてんね。あ、音楽っすか。音楽。じゃあ、YouTuber ってご存知ですか？ YouTuber 知ってるよ、それぐらい。それは知ってるっすか。すみません、舐めすぎました。YouTuber の動画とかあんま見ないですか？見ないね。あー。あれ、ひどいことやってんじゃん。YouTuber やってる。まあまあ、人によっては、うん、結構、まあ、それちょっとね。渋谷のなんか、ね、スクランブル交差点で、ベッド持ってくるバカがいるかって。そうっすね。ジョーブログっすね。うん。たまにやっぱそういう炎上というか、うん、ちょっとそういうことやっちゃう人もいるんですけど。だからね、笑い飛ばしてからあれ増える分にはいいけどさ。はいはいはい。そういうなんかね。ちょっと一線超えてる感じですよね。そう。ああ、なるほどなるほど。いや、僕 YouTube やってるんですよね。あ、そうなの？実は。だからそういう変なことしないです。変なことするとか、そんなこと。スクランブル交差点で寝たりとかはしてないんですけど、一切。そういうことは一切してないんですけど。あと、交差点にこたつ持っていくとか。ああ、だからそういう、なんか、あれ兄弟だよ、兄弟。あれは兄弟ですね。あれ YouTube じゃないですけど。すごいよね。京都大学であんなことやんだからさ。ちょっと、兄弟の人は結構頭ぶっ飛んでるんで、だから良すぎてぶっ飛んだんだ。いえ、そうじゃないですか。兄弟はちょっとなんか頭ぶっ飛んでる系なんでね。だああいう人様の迷惑になることは僕しないんですけど、どっちかったら別にじゃないですか。どっちかっていうと家でずっと、家とか室内で、うん、撮ってる感じなんですけどね。いや、外でやっても構わないけども、人様の迷惑にならない。それっすよね。それ大事ですからね、うん。そうなんです。だからなんか、まあタクシーの運転手さんとか見られるのかなと思って、ちょっと今。いや、見てる人結構いるよ、やっぱり。あ、本当ですか。うん。テレビはどうですか、ご覧になる。テレビはほとんど見てるね。あ、テレビも、うん、見る。見られるということで。だって番組自体から見るんだから。ああ、ノーサイドゲームとかね。ノーサイドゲーム、うん、日曜日やってんじゃないですか。僕テレビ見ないんですよ、逆に。あんまり、ノーサイドゲームって何すか。あ、ドラマですか。大泉洋が出てんだけど。大泉洋、うん。それは面白いですか。結構面白いね。なんだから弱小チームが強くなるんだから。あ、え、なんかスポーツ。うん、ノーサイドってことはもう分かるでしょ。え、ノーサイドって何すか。オフサイドは分かります。オフサイドじゃなくて、それはサッカーでしょ。そうオフサイド。ノーサイドっていうのはね、これラグビーなのよ。あ、ラグビー用語でノーサイドしたらもう試合終了ってことだから。あ、そうなんですね、うんうん、ノーサイドゲームですか。ノーサイドゲーム、そう。それじゃあ、それも、ね、結構面白いですか。面白いんだよ、一番ね。ダメだったのが2位まで強くなるんだから。なるほど、ね、あそこにドラマがあるんですね、やっぱりね。そう。いや、じゃあ大泉洋が何ですか、その監督というか。監督じゃなくて GM。 あ、ジェネラルマネージャー、それもなんか一企業でね。はい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 。弱小チームだから、そのラグビー部を任されたっていう。ああ、じゃあ立て直してほしいという感じで。立て直しじゃなくて、要はもう仕事的にはそいつも、はいはい、もうダメな方向に持っていかれたんだけども。うん、ダメな方向に持っていかれたって何ですか。だから ラグビーチーム大体もう解散っていうような感じだったんだけども。はいはいはい。それをもうあと何をするしかないってことで。ああ、優勝するしかないとかって。なるほど。え、うん、じゃあそのラグビーチーム その GM っていうのは結構押し付けられた感じで。そう。ああ、やりたくもないな。なるほどなるほどなるほど。貧乏口引かされたみたいな感じで。そういうことやったのが、だんだん
結果出てくるっていう。結果が出てきて面白くなってくるって。そう、それで自分の同級生のやつがラグビーやってたのよ。それを監督として招き入れたんだもん。あ、あ、友達をってことですか。友達っていうか、ね、知り合いというか、うん、を大学時代の監督に入れて、入れたの。あのクビになったもんだから他のところやってたんだけど。あ、そしたらやっぱ指導者がめちゃくちゃ指導者が変わってめちゃくちゃ強くなってっていうな。え、今どの辺まで来てるんですか。結構7話だから。あ、もうでも結構終盤の方ですよね。うん、そうだったら終盤の方ですね。あと2、3話で終わるっていう感じで。2、3話で終わるのかな。え、でも大体ドラマって10話とかで終わる感じじゃないですか。いや、今はそうだけどね、昔はねやっぱ20話とか30話とかってやってたんだから。え、それあれですか、プリズンブレイクとかってことですか。え、違う違う違う、日本のドラマだろ。日本のですか。そんな長い、長いあれやってたんですね。そう、今でも大体10話とかね、そうですね、で終わっちゃうんですよね、うん、あ、それが面白いんですか。ノーサイドゲーム、ノーサイドゲーム面白いですよ、結構。いいな。もう仕事中でも見ちゃうから。見てんすか。褒めて見てんすか。それだけはね。え、ど、え、携帯で見れるんですか。違う違う、これで見えるの。あ、そう、カーナビで。カーナビのあれで。テレビついてるから。それは、OK なんですか、うん、会社的には。休憩時間だから別に問題ないですよ。なるほど。サボってやるは見るわけじゃないから。まあ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 。へ、うん、人から見たらサボってると思われたってしょうがないんだけどね、それは。あ、そうっすか。じゃあ YouTube もテレビも両方見られるんですね、結構。YouTube はね、結構面白いのがね、あの、はいはい、浮気したの、したしてないのっていうのが結構面白くてさ。え、浮気したのしてないの、うんうん、そんなんあるんすか。あるある。へ、あの、字幕でずーっと読んでいかなきゃいけないんだけど。浮気したのしてないの、うん、結婚してて浮気されてとかって、はあ、で、家帰ったらね、嫁がはぁはぁはぁやってたんで。え、それは何すか、お話。え、なんかそういうドラ、動画なんですか。動画じゃないんだよね、そう、実際あった話だから。あ、それが実話の話、も文字だけ流れてく感じの。へぇ、あ、そうなんですね、うん、そんなんあるんですね。いやー、女でもこういうことやるんだなと思って。いやー、かないね、まあ、最近の世の中は。最近の世の中はわけわかんない。わけわかんないっすか、うん、でも備え豊かて、そのね、その運転手さんだってね、うん、浮気の一つや二つくらい。これはないよ。ないんすか。ないよ、もう全く。バカがつくほどだから。全くないんすか。全くない。うわ、やられた経験はあるけどね。あ、やられた経験。2回もあるよ。ああ、それどういう、どうやってバレちゃったんですか。それだってバレる決まってんじゃないですか。え、携帯とか見たとかってことですか。違う違う、携帯なんか見ませんよ。いや、見ずとも、うん、なんとなくわかるの。あ、怪しいなっていう。いや、怪しいじゃなくたってもう。え、怪しいじゃなくてももうわ、うん、かるの。直感的にというか、結婚してたらわかるの。あ、それは何ですか。ちょっとなんか出かけてくる。違います、違います。え、そういうことじゃなくて。え、勘みたいなところですか。勘じゃないの。え、何で、なんかわかるんですか、具体的に。だいたいほら、自分がいつもやってるのちょっと違うなって思う時があるのやっぱり。あ、なるほどなるほど。そういった時にね、うん、そういった時にちょっとなんか、あれみたいな違和感が出てくるのよ。あー、そっからちょっと、あれ、うん、え、で、問いただしたりするんですか。問いたださない。え、じゃあその、まあ、もう決定事項が確定してるから、それは。あ、もうじゃあそれで、うん、嫁とやった時にそれで分かっちゃってるから、もうこんなことしてこなかったのになみたいなってことですか。昔は。違う、そういうことじゃないの。どういうことですか、それは。嫁とやった時に、ね、はい、入れた時に違和感が出るのよ。自分が今までやってたのにもかかわらず、
あ、これと違うやつでやってるなっていうのが分かんの。入れた感触でってことですか。そう、全然違うの。変わるの、他のやつでやると。あ、それでもう、うん、一発で。うん。でも誰と浮気したっつって言ったらもう。あ、それでもうじゃあ。ごめんなさいみたいな感じなんですか、それは。ごめんなさいじゃそのわけねえだろって。まあそりゃそうですよね、うん、あー、それでわかるんですね、うん、まあ他の人知らないよ。確かに確かに確かに、うん、まあそれで言うとそうか、すごいっすね、うん、もうそこで違うんですね、うん、じゃあそれがんってなったのが、じゃあ疑惑がじゃあ確信に変わったというか事実だったんですか、それは。いや、もう事実だって分かんのよ。はあ、え、それだって今までやってたのとさ全然違うんだから。ああ、もう明らかに違うんですね。明らかに違うんだから。他のものが入らないとね、そういう風になるわけがないんだから。そうか。うん、でも 俺の抗体系ができてるのかかわらず。あ、なるほどなるほど。他の突っ込んだら他のでほら変わってきちゃうわけよ。ああ、なるほど。フィットが変わってくるんですね。そういうこと、そういうこと。フィット感が、フィット感がちょっと異なって、うん、それでも修羅場じゃないですか。結構違うんですか。修羅場じゃなくて、やっぱなんか男の方が分かるっていうのは、ね、だいたいそういうのが結構あるみたいよ。他の人よく分かんないけどね。いや、それはでも僕初めて聞いたかもしれない、その。いや、ね、あの、今までね、ずーっとやってて、ね、フィットしてんのに、それがフィットしなくなったっていうのは、やっぱ怪しいのよ。はぁ、あ。まあ、そこは嘘つけないですね。そう、絶対嘘つけない。体はね。体嘘つけないってことですね。わからんよって。